こんばんは、6時のニュースをお伝えします。今年は大谷選手の影響もあり、野球人口が例年よりも増えています。そこで今回は福井アナが元プロ野球選手のところへ野球を教わりに行きましたので、そちらの VTR をご覧ください。今回なんですけども、大谷選手の影響で今大人気のスポーツ野球を教わりに来ています。それでは教えていただく方をご紹介いたします。元プロ野球選手の吉田勝也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう、頑張りましょう、ね、はい、今回野球を教えていただくのは、現役時代左利きのキャッチャーとして活躍された元プロ野球選手の吉田勝也さんです。今大谷選手の影響で野球人口がどんどん増えているっていうことなんですけども、いや翔平でしょ、あれもうえぐいでしょ、ほんまね、もうあんな見てたらそれやりたなりますわ、ほんま、なんかもう異次元って感じですよね。あれね、もうね、人間ちゃいますわ。あ、やっぱり本当にすごいんですね。はいね、あ、お前、あ、はい、で今日はあの、実際に野球を教えていただけるということで、あ、もちろんもちろん、あのキャッチボールからやりましょうね。はい、やりましょう、お願いします。はい、やりましょう。まずはキャッチボールから教わることに。あ、ほら、最初はキャッチボール、あの、野球っていうのはこれができんと、ま、基礎からやらんと意味ないですから、はい、これできれば始まりませんから、はい、やりましょうか。頑張ります。はい、いきますよ、はい、まずこれ取ってください、はい、いきます、はい、おお、取れますやん。ああ、よかった。やってたんちゃいます、ほんまはね、やってたんちゃいます、ほんまに ねこれほんま、ね、嬉しい。じゃあ、投げ出しましょうか。いきます、はい、行きましょう、はい、よいしょ。ああ、ああ、ごめんなさい。なるほど、なるほど、なるほどね。うん、あの、福井やな、この、まず投げるとき、相手のどこ目がけて投げてます？相手のどこって、うん、あの、ちゃいますね、胸です。うん、胸しっかり投げるっていうことが大事なんで、胸に向かって目がけて投げてください。ほら、もう一回行きましょうか、はい、行きましょう、はい、はい、ここ、ここ、ここ、はい、はい、お、いいね、できますよ、ほんま、これ、言うたらできるんですよ、ほんま、よ、できました、ほんまに、はい、ほんまに、よ、できましたね、ほんま、よくできてるわ、ほんまに、うん、伸びますよ、ほんまに。野球サインあるんちゃうかな、WBC 出たとこですかね。翔平と3、4番言うて。あの次はフライやりましょうか、はい、あ、フライもあの基本的な野球の動きになるんで、これもしっかり覚えてください、はい、あの、じゃあフライ上げてもらっていいですか、はい、はいはい、ああ、でもあれですよ、あの魚に衣つけて油で揚げるやっちゃいます。あれだ、高温で、高温で揚げて、はい、えい、はい、よいしょ、こう、こう、たらこう、飛ばしちゃった、はい、今ちょっとこっち行きましたけど、はい、しっかりボール見て取るというところが大事なんですよね。いいですね、はい、全然しっかり、あ、で、これフライを取る上で何が大事か分かりますか。大事なポイントは、あ、違う違う、あの、膝をしっかり曲げることです。いや、何も言ってないんですけど、はい、膝をしっかり曲げて取るっていうことが、これが基本的には大事なことになりますので、はい、これをしっかり習得してください。はい、はい、じゃあ、フクヤルも、はい、やってみましょうか、はい、はい、じゃあ、行きますね、はい、はい、あー、難しい。やっぱり、ね、体のバランスが悪いですね。あの、体のバランスが悪いから、どうしてもやっぱりバランス悪い状態だったので、膝を曲げることを意識してやってみましょう、はい、じゃあ次は膝曲げてしっかり、はい、はい、おー、そうそうそう、取れますよ、ほんま、よかったよかった。あ、ね、え、やった、嬉しいです、ね、あ、よかったですか、はい、あれ、そう、まあ、でも次押してみましょう、ね、はい、あの、じゃあ最後は応用編になりますけども、フレーミングやってみましょうか。フレーミング、はい、あの、フレーミングっていうのは、あの、ピッチャーが投げたボールのボール球を、あの、キャッチャーのこの技術でストライクに見せるっていう技です。え、そんなことしていいんですか。あ、もうね、プロ野球選手トレンドでみんなやってますんでね、あの、ぜひやってみましょう、はい、お願いします。はい、行きましょうか、はい、これです。え、こうやってこのボール球をストライクゾーンにこうずらすっていう技術、あからさまやったら審判のあの印象もあるんで、しっかりこう技術で見せるっていうのが、これがフレーミングです。福井アナもやってみましょうか、はい、ほら、いきますよ、はい、いきます、はい、あー、ちょっと違いますね、この体を一応ちゃんとストライクゾーンに持ってくるっていうことを意識してやりましょう、はい、はい、はい、いきます、はい、はい、あー、ちょっと流れてますね、グローブ、これグローブ流れたらね、あの、マイコスとマイコラスとね、小林誠司みたいになるんで、確かに、はい、はい、いきますよ、はい、いきますよ、はい、はい、あー、今のね、ちょっとフレーミングしすぎてボールを取ることを意識できなかったって言われました、はい、はい、あ、まあまあ、今のもいいんじゃないですか、今のストライクゾーンしっかり入ってますので、これは、いや、よくできましたね、ほんまに、ほんま、ようできましたわ、ほんま、止まんなよ、これでね、さっきからベタ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 通りやがって、ぶち殺すぞ、ぶち殺すぞ、てめえ、は
はい、ということで本日は吉田勝也さんに野球を教えてもらいました。吉田さん、ありがとうございました。吉田勝也さん、ありがとうございました。以上、ニュースをお伝えしました。